次はバトルパートね。主催者側が対戦チームと相手を決めてるみたい。私たちの相手は私よ。レイボンテイル？試合楽しみにしてるわ、金髪。なんだあいつ。レイブンテイルからはフレアコロナ、フェアリーテイルはルーちゃん。私、あいつらがウェンディを傷つけて挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて、絶対勝つから。すごい気合い入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな、ギッタギタにしてやれ。レイブンテイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るやつらよ。そんな小さなことなら良いのですが。私の髪はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて。声を出すの、これは命令。逆らったらどうなるかわかるわよね。いくら頭の弱そうな金髪でも。なんて卑怯なやつなの。客席のアスカちゃんを人質に取るなんて。声を出すな、動くな、魔法を使うな。逆らったらどうなるか。
どこだ？さっきまでここにいたの。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ。ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、夏。今度はこっちの番よ。これからよ。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。私の全力見せてあげる。な、何をする気なの。ルーシー、何があった？ルーシーの魔法が消された。まさかガイアからの攻撃。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイブンテイル・フレアコロナ。
私の勝ちだ。ざまあ見ろよ金髪、みっともない無様負け犬。泣くな、ルージ。だって、悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。0点面白いじゃねえか。ここから逆転するんだ。燃えてきた。よし、みんな揃ったな。聞けガキども、今日の敗戦は明日の勝利への糧、登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるという言葉はない。目指せフィオーレ一。負けたギルドには思えないわね。まあいつものことだしね。は大丈夫なの？全然平気。逆にやる気出てきちゃった。ならいいけど。な、何？今の予知。白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で何かを歌っているルーシー。どうしたの、シャルル？いえ、なんでもないわ。未来に何が起きるっていうの？こんな予知言えるわけがない。